グレートベアス TV をご覧の皆さん、こんにちは、コバヤンです。さて本日はですね、9月17日に行われました第23回九州大学バスケットボールリーグ第5節の模様をお届けいたします。この試合はですね、九州産業大学グレートベアス対九州国際大学ブラックアンガスとの試合ですね。でこの試合をもって1巡目の試合が終了いたします。さあこの試合を終えてグレートベアーズは1巡目何位になるんでしょうか。それでは早速行ってみましょう。はい、試合開始ですね。まず松川がドライブしてマッキー橋口が決めてくると、ガラスの貴公子がまずね3ポイントを決めてきましたね。はい、次はですね、船越のプレーからですね。まず船越ここに、はい、ボールをもらいます。そしてスクリーンに行った後ドライブして、はい、ドライブして上田純喜がケバイン、ここで3ポイント決めてくるんですね。はい、次はですね、ここで、はい、船越ドライブシュートモーションから宮崎からパッと、2人のコンビプレーがね良かったですね。これインサイドで船越が決めてきました。はい、次もですね、船越のプレーから始まるんですよ。船越ここでもらいますね。そしてドライブしてスクリーンから橋口、マッキー橋口がレイアップをね、今スクリーンがねこう二重にかかってね、いいプレーでしたね。はい、次もですね、 K1X 選手ここで1対1からターンしてレイアップを決めてくる。このね、個人技というのがやっぱり K1X 選手のウエラの持ち味ですね。はい、ここはですね、船越のポイントガードポジション。相手1年生なんですよ、1番。ここをグッとね、やっぱりですね、4年生と1年生、ちょっとね、フィジカルも違うっていうので、ここは船越が攻めてきましたね。はい、そして次は、マッキーシュートフェイクして、綺麗に3ポイントをガラスの貴公子。マッキーはね、本当に応援団もいっぱい熊本から来てたんでね、この日のパフォーマンスも良かったですね。さあここで金丸がぶつかりながらジャンパーのバンクシュートですね。金丸のこのバンクシュートが決まっていきます、後半ですね。はい、ここでねバックアップね、またいいプレー出ますよ。ここで、はい、米須が中継して、これテクニックすごいんですよ。行かないと見せかけてビハインドバックからレイアップ、これはね米須のすごい技術ですね。ポイントガードの控えの米須学徒ですね。はい、そして最終結果ですね、こちら77対54でグレートベアーズが勝利。これで2勝目を挙げることができました。はい、ご覧の通りですね、グレートベアーズは77対54で勝利することができました。本当にありがとうございました。この試合でですね、スターターをやはり変えてきたりですね、いろんなことをグレートベアーズやってきてるんですね。で、今のところうまい具合に回っています。で、この調子でですね、勝利を重ねて、なんとかインカレ出場枠である3位までにまずは入ることが最低条件となりますよね。さあ、次の試合はですね、2巡目、最初の試合ですね。次は日本経済大学トマホークス。この試合はですね、前節、もうトマホークスにボコボコにされておりますので、なんとか雪辱を晴らしたい。そういった意味でも重要な試合になりますね。それでは、次のゲームでお会いいたしましょう。グレートベアーズ TV。この番組は、九州産業大学バスケットボール部公式サイト、グレートベアーズオンラインの提供でお送りしました。